介護情報誌クレッセント A432 ページの薄いフリーペーパーです。これを介護施設に今配布をされている人がいます。でもなかなかその32ページの中にも情報が盛りだくさんあるものですから書ききれないわけですね。そしてキーワードとしてはスマホ片手で見る情報誌というフリーペーパーに なっておりますそれは例えば介護ホームの取材に行った時にそのお年寄りをインタビューした動画が出てくるとかそして例えばパジャマを着替えさせるとかおむつを替えるときはやはり紙では伝わらない情報がたくさんあるわけですねそれとか広告もやはりフリーペーパーですから 広告取りもしななきゃいけないわけけけわですけど、小さな広告ではほとんど値打ちがなかったわけですけどそこに多目的な QR コードをつけることによってそこのメーカーの動画での説明が出たりそしてサンプルのランディングページが出てきたり注文サイトが出てきたりするそのような印刷物が印刷物としてだけではなくて スマホ片手で見る情報誌、観光ガイドでもいいわけですね。こんなものが今、このコロナの影響で、なかなか対面ができない時代が来た中で、ネットと印刷物を結びつける、そんな情報誌の多分第1号のものだと思います。QR コードついてる情報誌たくさんあるよと言っても、中身の QR コードの コンテンツがあまり好ましくないので、ホームページに行くだけだとかね、なかなか見てくれません。でも、この介護情報誌クレッセントの QR コードは、複数の、一つの QR コードから複数の URL がつながる仕組みを持ってますので、とても重宝、諜報に掲載する広告主も喜んでいただいています。ぜひこれからの印刷物には 多目的な QR コードがついた、SNS と結びついた情報誌にしていきたいと考えております。